そうで始まりました。もてつチャンネルです。さあ、いよいよ結果というか、まあサムネにも出てるから多分わかると思うんですけど、タイトルかに出てるからわかると思うんですが、決まりました。もう漂えば破産の方向ですね、になります。正式に弁護士から来ましたので、破産という形を取りに行くという形。まあ、破産管財人っていう人が間に入るっていうのも、これも話してたと思うんですけど、前の動画でね。実際にもう破産管財人の方から連絡が来ましたので、あ、もうこれで、タダビ自体は、はい、おしまい。まあ、正確に言うと、運営会社ですね。はもう、なくなる。ということです。まあもうこれも間違いないでしょ。潰れてしまいますね。はい。だから急がなきゃいけないっていう話をしてたんですけど、まあ、半信半疑だった人も多かったようでね、信じてくれなかったような人たちもいたようですが、これはもう正式に公表されていますので、だからもう話せなかった部分も話せるようになりました。どういうことかっていうと、僕に知らせが来るっていうことはですね、ただ呼びの運営会社、まあスタディープルって今は名前になってますけど、いわゆる出資者たちへの連絡ですね。そう。つまりあの会社っていうのはですね、当たり前なんですけど、会社っていうのは社長のものではありません。会社っていうのは株主のものです。そう。だから僕ら出資者の会社だったわけです。そう。だからただ呼びっていうのは運営は違いますよ。だから僕が運営してると思ってた人もいますけど、僕が運営していたわけではありません。僕は演者というか、まあ一講師であり、プラスで株主だったわけですよ。で、まあね、だから株主なのに動画出すなって言われてもう出なきゃいけない。一体どういうこっちゃっていうのはね、ちょっとまあ思ってたんですけどね。まあその時にね、株を全部手放しておけば0円になることはなかったんですけども、すごくないですか。だからただ呼びってお金給料一切もらってなかったですけど、こっち出資してたんでこっちが払ってたんですよ。つまりはね、ということです。なんでもう破産が決まったので、こういった内情も別に、話しても僕は何にもないので、はい。つまりですね、多くの人たちがただ呼びのね、その運営会社っていうのがちゃんとこううまく業績が上がっていけば、その株を持っている意味があるわけじゃないですか。株持ってて、でその株の値段が上がればね、儲けが出るわけで、だからその人たちのために僕は言ってなかったんですよ。でももう正式に破産するというもう宣言が出ましたんで、ということでもうだからその株が上がることはないので、もうおしまいですので、なので終了という感じになります。僕なんかは、まあ、ぶっちゃけそのね、会社がすごく業績が上がって、めちゃくちゃ儲けが出るっていう風に思ってた人たちとは違ったんで、一歩距離を置いてたんで、だそんなに出してないですね、お金は。200万とかかな多分ね、出してるんですよ、出資額。だから、他の人たちの方がはるかに多い額出してて、で、これ前も言いましたけど、いろんな人が出してたんで、別にその教育関係者だけじゃないですから、様々な人が出てて、だからもう、すごい額失った人たちがいるわけですね。だからもうほんと数千万単位ですよ。億とかの人もいるのかな、まあわかんないですけど、そういう形で失って。でもなくなるので、会社がなくなるってこういうことなんですね。分かっていなかった人もいると思うんですけど、逆にその会社のね、業績がすごく良くて株とかがね、まあ上場するとかってよく言うじゃないですか。そういう風になればその株の価値っていうのは10倍とかにね、一気になったりするわけですよ。で、僕の場合は別にそれが2000万になっても、たかだか2000万ですから、うん、みたいな感じなんですが、つまり何億という額を手に入れられるチャンスがあった人たちがいるわけですよ。その人たちが投資をしていたわけですよ、会社に。ただ呼びっていうのにね、かけたというか、まあ、ただ呼びだけじゃなかったですよ。他の事業もありましたが、そこにかけてやって、で、皆が、あ、結局ダメだったじゃないかっていう状況。まあ、もう暗号はね、2年ぐらい。まあ、あとこの2年ですごいことになるからって。まあ、だから先生たちも騙されてたみたいなもんですから、まあ、騙すっていうか難しいね、投資は。騙すというのかどうかわかんないけど、まあ、投資してなかった人たちもね、黒字になって、その収益上げますからって言われてたけど、結局黒字にはならない、収益はもらわないって、いろんなことにその後手を出すんですよ。いろんな事業に手を出しました。どれもまあ、客観的に話は聞いてて、やばいだろ、それって思って。だから、いろんな人と組んだ。で、いろんな人と組んで、全部喧嘩別れしてる。もう株主側ですからね。株主側からしたらもう、そんなことやったらやばいだろうと。だからまあ、ある意味、まあ、家族経営的なところもあったんで、経営方針をね、外部の人たちがなかなか変えられるような感じではなかったんで、まあ結局のところ、すべて失敗。そのため、もう、日もさちもいかない。まあ社長は交代し、そして全てを失った状況で、で、会いに行ったわけですよ。もうこれはやばい。動画がストップしたわけじゃないですか、ただいま。で、もうこれでまあ、あ、やばいな、終わるなって私は思ったわけですよ。だから、直接会うようにもしたし、でも会っても何の連絡もないと、その後一切来ないんで、あ、もうこれは本当にやばい。マジで、これ動画なくなるなと思ったんで、なんとかしなきゃいけないと思って、で、動き始めたわけですね。で、案の定ですよ。多分僕は7月って言ってましたよね。案の定7月で、はい、もう破産の準備を始めましたというね、連絡が来ました。で、破産管財人挟んで、どっかの誰かにね、全然知らない人に売るって言ったらおしまいですから。
ただまだチャンスはあるんですよ、ギリギリ。もうこれも本当に時間ないんで、もう今週中に型をつけたいんですけど、なかなか皆さん忙しくてね、ギリギリ。ただ呼びにはまだちょっとスポンサー的な方がいるんですよ。あ、実はそうそう、すごいでっかいスポンサーついたりもしたんだけどね。あれですごい赤字生み出した。これですごい資金あったのにさ、めちゃくちゃ赤字にしたよね、それをね。だから一時動画6本とか出てたりしたじゃないですか。そう、あれだからそういう契約になってたらしいんですよ。なんか1年でなんか1000本ぐらい作んなきゃいけないみたいな、そういう契約だったんだよね。でもね、結局のところそれで全部赤字になっちゃってね、赤字を垂れ流しただけだったんだけど、でまだちょこっとだけ財源でこう救ってくれてる人がいて、だからちょこちょこ出てるじゃないですか、まだ動画って。助けてくれてる方がいて、でそこと話をします。それでまあわかんないです、もうその事業をもうそこの助けてくれてる方が買ってくれるのか、それとも僕が買うのかとかっていうのを話そうかなと思ってます。まあ、ただね、ちょっとね、買うにはね、今もう3000万投資したとかっていうのはね、まあ、公社買ったりとか、株カリさんの会社が始まって株買ったりとかして、でまた別の投資に、この間1000万使ったばっかりなので、だからもうちょっと4000万使っちゃってるので、スッと動けるかどうかは、微妙なとこではあるなと思って、でまあ、ちょっと夏休み入りますんで、はい、私も頑張って働きますんで、たくさん働くので、まあ、そこで多少の現金ですね、キャッシュは入るので、そうするとまあ9月ぐらいにはもしかしたら動ける、その買ったりなんだりはできるかもしれないけど、もう時間がないんですよ、破産するんだもん。そこまで待ってくれない可能性は全然あるので、その間に、あ、買いますって言ってる人が来たらもうそれでおしまいになっちゃうからね。だからどうするのか、チャンネルを、事業を買ってもらって、でチャンネルは僕が運営する。いやでもな、ゆうてらも運営して、ただ呼びも運営するとなると相当大変だ。今ですら毎日投稿で相当大変なのに、ただ呼びのコンテンツも作っていくとなるとね、相当厳しいんだよね。辛いことになるから、ちょっとと考えないといけないですね。では非常に悩ましいところではあるんですけど、まあ総先生と一緒に今動いてて、ちょっとだから光は見えたんですよ。やっぱこうね、なんでね、破産で元気になってんじゃないかみたいに、ね、思ってるかもしれないんですけど、その動画救えるかもみたいな話し合いに入れたんで、そこが良かったんですよ。まさにもう本当に数時間前の話なんですけど、これってその数時間前のその前まではまあ総先生とね、そのスポンサーの方との話し合いがあったんで、その前まではもう朝もう破産しますのお知らせ来て、うわもうなくなんじゃん、これもうやばい、どうすんだよ、もう時間ねえよ、どうしようどうしようってなったんですけど、先ほど話し合いが行われて、あ、まだ良かった、まだ助かるかもしれないっていう風になったんで、好転するかもしれないし、したわけじゃないんで、するかもしれないっていう。まあ、ただスタディプル自体はおしまいです。はい、これはもう間違いないですね。会社自体はなくなります。ただ読みのチャンネルが残るかどうかは分かりません。事業を僕かまた別の方が買い取るのかとか、いろいろあると思いますんで、この話し合いに入ると思ってください。はい、まあいろいろなねことがあって、本当に視聴者の方は不安にとかって言うんですけど、彼らからして関係ないですからね。不安になろうがなるまいが、彼らにお金がないですから、お金がなければ別にお金を払ってくれない視聴者の皆さんへの恩義とか感じないですから、当たり前ですけど、もう自分たちが生きることで精一杯でしょうから、残念ですが僕が動かなきゃダメだって思ってるので、もうこう動いて救うしかない。できるか分かんないですよ。だって個々の先生たちの話し合いとかも始まるかもしれないわけでしょ。それはそれで辛いし大変なことになると思うんだよね。まあだからこれで安心ではないですよ。安心ではないけど、やっと光が見えたっていうのが、本当ついさっき、もうこの動画を撮る30分ぐらい前ですね、に分かったことなんで、はい。またじゃあ、いろいろと進展があり次第、ご連絡したいと思います。ちょっとね、自分の仕事量が増えてしまう可能性があるので、厄介ですけど、はい。また、続報がありましたらお伝えいたしますので。あと、やっと言えたっていうのもあるよね。はぁ、もうだって、なくなるから。まあ、簡単にはね、僕や長島先生がね、教育格差をなくしたいって言って動いてる中で、周りでお金を儲けたいっていう人たちがいる状況だった。そんな人たちと会うわけなかったんだなっていうのが、正直な感想ですよ。その志を持っていた人たちを切っていったんですからね。そんなの、うまくいくわけなかったんですよね。はい。ちょっと悲しいですが、ご視聴ありがとうございました。テキパコチン。